みなさん、こんにちは。島、ニューサリポートです。三重常若国対常若大会の開催まで一年を切りました。大会に向けて、選手たちも練習に励んでいます。九月十九日から二十二日にかけて。三重常若国体トライアスロン競技の三重県代表候補選手や。今後の活躍が期待されるジュニア世代の選手が。島市内で強化合宿を行いました。 島自動車学校で行われた自転車の強化練習では集団走行についてコーチから指導を受け実際に場内のコースを走行するなど選手たちは真剣に取り組んでいました三重床若国体は来年9月25日床若大会は来年10月23日から開催されます開催に向けて市全体で盛り上げていきましょう